皆さんこんにちは、ツコミコトです。今日の動画でモチベーションが上がる、やる気が出るなどの4つのポイント教えます。で、正直に言いますと、俺も最近モチベーション低いしやる気が出ない、みんな知ってると思うんですけど、2ヶ月前ぐらいに日本に来て、日本で YouTube とかやりながら頑張っていくつもりで来たんですけど、最初に来た時はまあ頑張って動画作ったりとか、毎日運動したりとか、なんかこれからの新しい生活できるだけ充実したいし頑張っていきたいという気持ちが溢れて頑張ってたんだけど、いつもね、みんなあると思うんだけど、ちょっと時間が経つと落ち着いて毎日頑張れなくなってしまう。気がついたら何週間何ヶ月間が経っちゃったっていう人生になっちゃうんだから、ゴードにもあるからそれで。最近ゴードもモチベーション低いし、なんかそんなやる気ないし、どうしようかなと思って4つのポイントを考えてきました。1、朝早く起きること。そう、まあこれめっちゃ当たり前ぐらいの単純なことなんだけど、やっぱりさ、そのモチベーションある人たち、やる気ある人たちは何か挑戦したいような心持ってるんだから、毎日の最初のチャレンジは起きることだからね。できるだけ早く起きることが大事。起きて行動する。仕事が9時から始まるんだったら早めに起きてジョギングしてストレッチして自分のために何か頑張ることが大事。そうすると一日やる気出るしモチベーションが上がると思います。で、それで朝どうしたら起きられるんですかって聞きたい人たちたくさんいると思うんですけど、朝早く起きるコツはね、頑張るしかない。もう毎日毎日頑張って起きるしかない。まあ毎日同じ早い時間に起きとったらそれで楽、ちょっとずつ楽になっていくし、でも俺は思ってるのは、あなたが朝早く起きるかどうかのは前夜で決まるんだよ。前の夜の日に決まる。前の夜に何をするかとかそういうのじゃなくて、その心構えが大事なんだ。例えば明日の朝の6時からの飛行機があるんだから、明日の3時とか起きて準備して行かなくちゃいけないっていう状況だったら、みんな起きられるじゃんね。みんなパーって起きて、あ、やばいやばい、行かなくちゃってなるわけじゃん。だからみんな一応明日毎朝起きるモチベーションはあるんだから、その自分の中にそれどっかにあるから、そのモチベーションで、その寝る前にちゃんと朝に起きるという決心があれば絶対起きられる。で、起きられなかったら、その朝がだるかったとかそういうのじゃなくて、前夜の決心が足りなかったということになるんだ。前の日から勝負が始まってるわけ。みんな頑張ってください。俺も最近めっちゃ寝坊してるから今日から頑張ります。2、1日で成果が見えることを毎日する。なぜこれが大事かっていうと、人間っていうのは単純です。ゴールも単純で、あなたも単純です。何か自分のためでも人のために何かして、それですぐに成果が見えるともっと頑張りたくなる。人間は そういうものですよ。そして1日で成果が見えることは、例えばちょっとだけ単語を覚えるとか、掃除するとか、人のために 何かしてあげるとか、すぐに成果が見えること一つだけやって、それから自分の夢とか頑張っていきたいことにはすぐに成果見えなくてもいずれ成果が出ると思い込んでしまう。まあ成果は出るからね。毎日毎日頑張ってるけどそんなに成果は見えないっていうのが結構辛くて、モチベーションが下がると思うんだから、一日自分に覚えさせるために毎日すぐ成果が見えることをやらなくちゃいけない。3、頑張ってる人たちを見る。これも単純なこと。テニスの試合見てたらテニスやりたくなるじゃん。人が何かしてるところを見てたら自分もやりたくなるわけ。もうこれも人間が単純だからな。自分が頑張りたいことをちょっと YouTube でもちょっとだけ、もう5時間かけて違う人が頑張ってるところを見ちゃダメだからね。本当に5分とかだけで違う人たちが頑張ってる姿を見て、それでもうやる気が出ますよ。これはみんな知ってると思うんですけど、他の人たちが頑張って成功してるところを見ると、自分の精神とか頭の中で勝手に作られてる限界を超えられやすくなる。で、こっちの方は俺今日やってみました。俺最近まあモチベーション低いし、たまに公園で懸垂してるんだけど、最近12、13回ぐらいが限界なんですよ。
どう頑張っても13回以上できなくて、もう壁にぶつかってるような感覚になってた。最近はね、何か自分の精神の中で限界勝手に決めてたから上達しなくなってた。でもさっき YouTube で片手の懸垂の世界記録の動画があって、あ、この動画ね、この人が片手で17回やるんですよ。17回。で、俺最近の限界は両手で13回だから。で、これを見て、もうこの人は片手でやってるんだから、もうせめて俺両手で17回できるんじゃないと思って、さっき公園に行ってきたら両手で19回達成しました。この2ヶ月間の13回の壁は何だったんだろうねと思ってしまうほど余裕で19回できました。体の限界は全然来てなかった。精神の問題で13回で止まってた最近。本当に他の人たちが頑張って成果見せてるところを見ると、自分の限界を超えられるようになるから、これも大事です。4、これ最後のポイントです。そしてこれは本当に大事だと思います。そして私もこれを頭に入れてこれから頑張りたいと思ってる。自分にあるモチベーションをうまく使うこと。モチベーション上げるとか、モチベーション足りないとか、やる気ないとか、そういうのじゃなくて、今自分にあるモチベーションを必死に掴んで使えばいいんだ。それでいいんだよ、それでいいんだよ。この動画見てるあなたはある程度モチベーションはある。みんなだってある。もう今朝起きた時点であなたにはモチベーションがあるから。モチベーション一切ない人たちは朝起きないからね。もう布団から出ないよ、死ぬまで。だからモチベーションはあるよ。で、そのモチベーションのありたっけを使えばいい。例えばもう試験でいい点数が取りたいけどモチベーションが足りないっていう人たちはね、モチベーション上げる前に自分にあるモチベーションを先に使えよ。先に使えよ。あるからね。勉強したいけどそのモチベーションがないなら、多分自分の中でせめて5分ぐらいの勉強のモチベーションはあると思うよ。5分だけの頑張りたいこと、5分だけのジョギング、5分だけの勉強、5分だけの掃除、何でもいいから5分ぐらいのモチベーションはある。で、それ思いっきり使えや。で、使い切ったら次は6分のモチベーションが来るから、で、それ使い切ったらまたモチベーションが来るから、とりあえず自分にあるモチベーション思い切り使ってください。それでももっとモチベーション欲しかったら無理やり上げればいい。学校行きたくない行きたくないって言ってる子供をなんか無理やり連れて学校に送っていくように、無理やり自分のモチベーションを持ち上げればいいと思うけど、こういう視点とかそういう感覚でやってると、もっと頑張れると思うんだから。そして俺も偉そうに語ってるんだけど、俺最近モチベーション低くて頑張ってないからね。でもそれ自分の精神にも問題があって、そして頭の整理もしてこれから頑張っていくつもりだから、ついてこいよ。えい、ツコミゴートでした。じゃあねー。